ゼノンは東ローマ帝国の皇帝。アナトリア半島、イサウリア地方の少数民族、イサウリア人の族長で、旧名はタラシコデッサ。ゼノンは旧名をタラシコデッサというイサウリア人の族長で、5世紀に東ローマ帝国の皇帝となった人物。ゼノンの時代に西方聖帝が廃止されたため、東方聖帝だったゼノンはローマ帝国で、 唯一の制定となった。皇帝としての治世中には、数々の陰謀や内乱があったが、ゼノンは491年に没するまで、自身の地位を守ることに成功した。ゼノンは、アナトリア半島、イサウリア地方の少数民族、イサウリア人の族長だった人物で、旧名はタラシコデッサだった。ゼノンの初期の経歴は不明だが、460年代になって、 イサウリア人の大規模な雇用を開始した東、ローマ皇帝レオ一世によって、ゼノンも雇用された。ゼノンは466年に、皇帝レオ一世と不仲であった、アラン人の将軍アスパルの長男、アルダブリウスを、サーサーン・アサトの内通の権威で告発することで、レオ一世に取り入り、レオ一世の娘、アエリア・アリアドネと結婚してギリシア語で、ゼノンと名乗るようになった。 467年には、アイリア・アリアドネとの間に、レオ2世が生まれ、間もなく、ゼノンは、トラキアの軍司令官に取り立てられ、469年には、最高官職である執政官にも就任した。しかしゼノンは469年に、トラキアで、反乱鎮圧に失敗し、命からがら逃亡する集大をさらして、軍司令官から罷免されてしまう。 468年には皇帝レオ一世も先に失脚させたアスパルの反対を押し切ってアフリカへバンダル族討伐の大戦団を派遣して戦団の半数を失う大敗を起死していたこうしたレオ一世とゼノンの失態により東ローマ帝国では再びアスパルが名声を取り戻しアスパルの次男ユリウス・パトリキウスがレオ一世の娘レオンティアと婚約して 福帝と宣言された。ゼノンは471年に、コンスタンティノープルの市民を先導して、アスパルトアルダブリウスを襲わせ、カルケドンの聖エウフェミア教会へ逃れたアスパルト、アルダブリウスを殺害して競争者を取り除いた。474年に、レオ一世が死ぬと、ゼノンと、レオ二世の親子が、新たに皇帝を名乗ったが、レオ二世は、同年冬に死亡した。 即位した当初からゼノンの地位は不安定だった。コンスタンティノープルの市民はイサウリア美やバンとみなしていたので、イサウリア人のゼノンに対して好感を持っていなかったし、貴族層もゼノンを成り上がり者として軽蔑していた。軍隊にもゼノンが殺害したアスパルト結びつきが強いゴート人の兵士が多かった。バシリスクスらによる 反乱即位して間もない475年、ゼノンに対する大規模な反乱が起きた。反乱を起こしたのは、レオ一世の妻、ウェリナ、レオ一世の義弟バシリスクス、バシリスクスの甥アルマトゥス、ゼノンの名優だった、イサウリア人の将軍イルス、アスパルの隕石で、全豪都人の王と呼ばれていた、豪都人の将軍テオドリックストラボラの連合勢力だった。ゼノンは、 反乱軍と対決することを避け、可能な限りの金銭をかき集めて、故郷、イサウリアへと逃亡した。この時ゼノンの弟ロンギヌスが逃げ遅れて、イルスの捕虜となった。反乱軍は、抵抗に遭うことなく、コンスタンティノープルへと入場をしたが、コンスタンティノープルの金銭を当てにしていた、連合勢力は当面の費用に困ることになった。ウェリナは、 彼女の愛人を皇帝にすることを弟のバシリスクスに求めたが、バシリスクスは自ら皇帝を名乗り、息子のマルクスを共同皇帝に任命し、ウェリナの愛人を処刑した。皇帝となったバシリスクスは、老いのアルマトゥスにもマギステル・ミリトゥムの地位を与えようとしたが、これはアスパルの公認としてマギステル・ミリトゥムの地位にあったテオドリック・ストラボを激怒させた。 またバシリスクスはコンスタンティノープルで嫌われていたイサウリア人を虐殺したが、これはイサウリア人の将軍、イルスに不満を抱かせることになった。バシリスクスの陣営からはテオドリックストラボが離脱し、ゼノン討伐のためにイサウリアへと向かっていたイルスも、ゼノンに寝返ってゼノンと共にコンスタンティノープルへと進軍を開始した。バシリスクスは防戦のために、 アルマトゥスを派遣したが、ゼノンは、アルマトゥスに、マギステル・ミリトゥムの地位とアルマトゥスの息子、バシリスクスを副帝に取り立てることを約束して、アルマトゥスを寝返らせた。翌476年、ゼノンは、何の抵抗も受けずに、コンスタンティノープルへと入場し、バシリスクスとマルクスの両皇帝を捉えて処刑した。ゼノンは、アルマトスとバシリスクスの親子を帝に取り立てたが、 翌477年には、アルマトゥスを暗殺し、このバシリスクスも修道院へ入れて、複帝の地位を剥奪した。イルスは、ゼノンの弟、ロンギヌスを人質として確保していたこともありもとの地位にとまることができた。ゼノンは、反乱に参加していた、テオドリック・ストラボを、マギステル・ミリトゥムから罷免し、代わりに、テオドリックを、マギステル・ミリトゥムに任命した。 ゼノンはテオドリックをパトリキに取り立て、テオドリック・ストラボの討伐を命じた。しかしテオドリックが、ゴート人を率いて戦場へと到着すると、合流するはずであった、ローマ人の軍団は到着していなかった。何の援軍もなしにテオドリック・ストラボの軍団と、対峙することになったテオドリックは、テオドリック・ストラボによって巧みに説得され、テオドリック・ストラボの陣営へと降った。ゼノンは、 はじめかね戦リーブラ、銀1万リーブラ、年額1万ソリデスの条件を提示して、テオドリック・ストラボからテオドリックを切り離そうと、試みたが、この交渉は、失敗に終わった。次にゼノンは、テオドリック・ストラボとの交渉を行い、478年に、彼を、マギステル・ミリトゥムの地位に復帰させる条件で、テオドリック・ストラボとの和解を実現した。 西ローマ帝国におけるロムルス・アウグストゥルスの廃位476年、イタリア本土において、ローマ皇帝、ロムルス・アウグストゥルスが廃位された。レオ一世は474年に、隕石のユリウス・ネポスに、西ローマ皇帝を名乗らせて、イタリア本土へと送り込んでいたが、結局は、ネポスを、イタリア本土の人々にうまく押し付けることができず、 ユリウス・ネポスは475年に、西ローマ帝国の軍司令官オレステスによって、追放され、代わりに、オレステスの息子ロムルス・アウグストゥルスが、ローマ皇帝として宣伝されていた。しかしゼノンは、ロムルス・アウグストゥルスを正当な正方制定とは、認識していなかったし、イタリアを追放されたユリウス・ネポスも逃亡先の、ダルマティアで、依然として、 西ローマ皇帝を名乗り続けていたので、コンスタンティノープルの宮廷から見れば、ロムルス・アウグストゥルスの範囲は、正当な行為だった。同年中に、首都ローマの元老院から、ゼノンのもとへ、もはや西法担当の皇帝は必要ではないとする、元老院決議が、西ローマ皇帝の定官や死位と共に届けられた。ゼノンは、ロムルス・アウグストゥルスの範囲に、 功績のあったスキリア族の将軍オドアケルに、法将としてパトリキの地位を呼び、ローマ皇帝の代官としてイタリア本土を統治する法的権限を与えた。使者との会見には、ダルマティアで西ローマ皇帝を名乗っていたユリウス・ネポスも同席していたので、ゼノンはユリウス・ネポスの顔も立てて、ユリウス・ネポスを西ローマ皇帝として受け入れてはどうかと提案した。 元老院はゼノンの提案に反対したが、オドアケルは妥協してゼノンの提案を受け入れた。オドアケルはユリウス・ネポスへの忠誠の証として新たに発行した金貨にユリウス・ネポスの名前と肖像を刻印したが、結局はユリウス・ネポスをイタリア本土へ迎え入れようとはしなかった。480年には、 ユリウス・ネポスも何者かによって殺害されたため、東方担当の皇帝であるゼノンが、ローマ帝国で唯一の皇帝となった。オドアケルは、ゼノンのために、ユリウス・ネポス没後のダルマティアの混乱を回復し、バンダル王国の王、ガイセリックと交渉して、シチリア島の一部を、西ローマ帝国へ返還させ、487年には、イタリアへ侵入した、ルギー族の王、 ファワーを降伏させて連れ去られていたローマ市民を取り戻した。こうしてゼノンとオドアケルは少なくとも488年まで良好な関係を築いたレオンティアとマルキアヌスらによる反乱479年。今度は、レオ一世の娘レオンティアと、レオンティアの夫マルキアヌスがゼノンに対して反乱を起こした。守備隊の指示を得た反乱軍は一時は、 コンスタンティノープルの掌握に成功しかけたが、イサウリア人トを引き連れて、救援に訪れた将軍イルスの活躍によって、鎮圧された。マルキアヌスは捕らえられ、聖職者にされて、カッパドキアへ追放された。この時ウェリナが暗躍して、イルスの暗殺を企てたが、イルスは、彼女の企てを見破り、ウェリナを捕らえて牢に入れた。ウェリナの娘であった、ゼノンの妻、 アイリア・アリアドネは母ウェリナの解放を求めたが、これを、イルスが拒絶したためアリアドネは、イルスの殺害を企てた。イルスは、ゼノンと相談して、東方軍司令官に就任することで、コンスタンティノープルを離れることにした。ゼノンは、コンスタンティノープルに、イルスより遅れて到着した、テオドリック・ストラボに反乱への加担の疑いをかけて、マギステル・ミリトゥムから罷免した。 これを不満とした、テオドリック・ストラボはテオドリックを従えて、トラキアを荒らし回った。ゼノンは、ブルガール人に、トラキアを与えることを約束して、テオドリック・ストラボの討伐を依頼したが、ブルガール人は、テオドリック・ストラボとテオドリックによって、撃退されてしまった。しかし481年、テオドリック・ストラボはギリシャへの移動中にアエーチで、事故死した。ゼノンは、 テオドリックとの和解交渉を開始し、テオドリックをマギステル・ミリトゥムの地位に復帰させる条件で和解を成立させた。ゼノンは484年にはテオドリックに最高官職である執政官の地位を与え、485年にはテオドリックを養子として迎え入れて皇帝の一族の証であるフラウィウスの能面を与えるなど、テオドリックとの関係の維持に努めた。イスト、 レオンティウスらによる反乱一方、東方軍司令官に任命されたイサウリア人の将軍、イルスは東方で自分の地位を固めていた。イルスはウェリナとロンギヌスを人質としたままだったので、ゼノンはイサウリア人の将軍、レオンティウスを使者として派遣して、イルスに人質の解放を求めた。しかしレオンティウスは、イルスを説得して、 ウェリナを解放させるのではなく、ウェリナに説得されて、ウェリナとイルスの中を取り持ち、イルスも人質の解放を拒んだため、ゼノンは、コンスタンティノープルに残っていたイルスの一族から、財産を没収して、彼らをコンスタンティノープルから追放した。これに対して、ウェリナとイルスは484年に、ゼノンのハイとレオンティウスの皇帝就任等、宣言して、ゼノネの反乱を起こした。 ゼノンは、イルスを、東方軍司令官から解任して新たにスキタイ人の、将軍ヨハネスを東方軍司令官に任命し、ヨハネスに、テオドリックが率いていた、ゴート人の軍団を与えて、イルスとレオンティウスの討伐を命じた。イルスとレオンティウスは、故郷のイサウリアで牢上し、ヨハネスは、イルスとレオンティウスの攻略に余念を費やした。 テオドリックとの不和484年に起こったイルスと、レオンティウスによる反乱では、ゼノンは、テオドリックの裏切りを警戒して、テオドリックを、コンスタンティノープルの宮廷に留め置き、代わりに、スキタイ人の将軍ヨハネスに、テオドリックに従っていた、ゴート人の軍団の指揮を任せた。しかし、このことがかえって、テオドリックの感情を害することになった。さらにゼノンが、 イサウリア人を懐獣しようとして、イサウリア人の将軍、コトメネスに、マギステル・ミリトゥムの地位を与えると約束したとき、ついには、テオドリックの我慢も限界に達した。486年にテオドリックは、トラキアを荒らし回り、487年には、コンスタンティノープルを行為した。ゼノンはテオドリックに、和解の提案を行い、テオドリックを副帝として、 帝国政反の統治を委ねる代わりに、レオンティウスの反乱を支持していたとされる、イタリア領主、オドアケルの討伐を依頼した。テオドリックは、ゼノンの提案に合意したが、ゴート人の多くは、テオドリックと別れて、東ローマ帝国に残ることを選択した。488年、テオドリックは彼に同意した、わずかな者たちだけで、イタリアへ向けて出発していった。 491年、ゼノンは、テオドリックのイタリア遠征の結果を見ることなく、波乱に満ちた生涯を終えた。当時の東ローマ帝国では、コンスタンティノープルでは、両性説が、地方の属州都市では、単性説が優勢だった。ゼノン自身は、単性説に同情的だったようだが、単性説を断罪した451年のカルケドン、公会議の決定を無視することもできず、 ゼノンは、単性説と、両性説に折衷案を持ち込んで妥協を図ろうとした。ゼノンは482年に、コンスタンティノープル総主教アカキオスの同意を得て、単性とも両性とも明言しない曖昧な、信仰統一直例を発した。しかし、この直例は、単性説派も、両性説派も満足させることができないものだった。 両性説派のローマ教皇フェリックス三世は、信仰統一直令の無効を宣言し、信仰統一直令を支持する、コンスタンティノープル総主教アカキオスを484年に破門した。アカキオスは教皇による破門宣告を無視し、教皇の名前を二枚版から削除してみせることで、教皇に対抗した。こうして、 赤キオスの分離と呼ばれる、ローマ教会とコンスタンティノープル教会との深刻な断交が始まり、こうした状況が30年以上も続いた。一説によるとゼノンは棺に収められた後に中で、息を吹き返し、許してくれ。と3日間叫んだが、皆がゼノンを憎んでいたため無視してそのまま葬ったという、注釈出典。ありがとうございます。